スペアミントスペアミントは、発火属の植物である。古くからハーブとして用いられている。ペッパーミントよりも、ハーブとして用いられた歴史は古い。聖書で発火とされている植物は、スペアミントの一種ともされる長場発火とされている。なお、ペッパーミントは、スペアミントとウォーターミント M アクアティカの、後輩種とされている。草丈30から60センチメートル程度の多年生、総本である。 葉は耐性し、槍の穂先のような形で、縁に、ノコギリの葉のような形で、切れ込みがある。葉脈は、ペパーミントと比較するとあまりはっきりしない。夏から秋にかけて、茎の先端に、長さ5センチメートル程度の下水を伸ばし、そこに白から、泡紫色の花を多数つける。不燃性であることが多く、地下系により栄養繁殖する。スペアミントと呼ばれる植物には、 以下のようなものがある。しかしハッカ族は交雑しやすいこと、形質の遺伝が不安定であることから形態のみからの正確な分類は困難である。エムローンガフォーリアは、エムバーディスの一変種であるとする主張もある。ハーブとしてそのまま葉を、紅茶や菓子などに添えて用いる。また生意を採取し、チューインガムや歯磨き粉のフレーバーに用いる。主要な産地は、 アメリカ合衆国の古代湖沿岸西部及び太平洋岸北部である。アメリカにスペアミントを運んだのはピルグリムファーザーズであるとされているが、大規模な栽培はチューインガムなどの用途が開発されてから行われるようになった。最も精油の品質が良いとされる開花直前に地上部を刈り取って水蒸気上流による精油の生産に用いられる。未生は 親株とは異なる形質を持つことがしばしばあるため、増殖は地下茎の株分けにより行う。スペアミントの栽培種としては、ネイティブ種とスコッチ種があるが、ネイティブ種は総害などに強い反面、香味の質や、精油の含有量の点では、スコッチ種に劣る。そのため、現在アメリカで栽培されているのは、ほとんどがスコッチ種である。スペアミント精油はアメリカで年間、 約2000トンの生産量がある。植物体に対する精油の収率は0.6から0.7%である。主な成分はエルカルボンで60から70%程度を占める。ついでエルリモネンが多く10から20%を占める。リモネンは柑橘類から得られるものとはエナンチオマーの関係であるので、その供給源としても重要である。ありがとうございます。